イラストこぎんさし。はい、こんにちは。イラストこぎんさしのゆかです。今日はですね、春休み、長い春休み、子どもたちも刺繍を楽しもうということで、これを作っていきたいと思います。ダイソーさんの、フランス刺繍キットっていうのを買ってみました。皆さんもね、お近くのダイソーに行った時にきっとちょっと手芸店、手芸コーナーチェックしてみるとあるかもしれません。ではね、早速やっていきましょう。はい、ということで中に入っていたのがこちら、この、図案のが書いてある布1枚と、あと今回刺繍糸が 1,2,3,4,5 色入っていました。そして、説明書ですね、説明書と裏にもちょっとした、説明セットの内容とかが書いてあります。で、ただ肝心の何本取りっていうのが書いてないので、今日はね、3本取りでやっていこうかなと思います。まずはじめに刺繍枠をつけていきたいと思います。この刺繍枠は、付属品ではないので、皆さんお手持ちのものや100均にもね売ってたので、それを使っていくといいかと思います。で、真ん中にしてもらって、で、ギュッと、あ、間違えた、反対。で、今日は最初この子から刺していきたいので、この子を真ん中にギュッとしていきたいと思います。よいしょ。はい、はい、ということで糸の準備ができました。今日はさっきね、3本取りでやろうかなと思ったんですけども、初めて刺繍する方、またはね、100均でこれを見てちょっとやってみたいなっていう方に、何本取りっていうのは難しいので、もう今日はこの糸のまんま全部使っていきたいと思います。なので、それを今、針を通してもらって、後ろに玉留めをしました。で、早速刺していきたいと思います。で、刺し方なんですが、説明書の方ではね、自分たちの好きなように刺繍してくださいというようなことが書いてあって、で、ランニングステッチとバックステッチとフレンチノットステッチっていう紹介がされています。なので今日はバックステッチをやっていこうかなと思います。もうあとは、これは、この説明書に書いてあるようにやっていくんですけども、1番、下から刺してもらって、針がね、あ、糸が6本取りなので、ちょっと刺し、硬いんですけども、まあでもその方が子供たちにとっては安全なのかな。で、1回後ろの方に戻って入れる。で、今度はもう前に進んで、で、入れる。で、前に進んで、後ろに下がって、今度はちょっと向きを変えてもらって、はい、完成です。そしたら後ろは玉留めしていきたいと思います。初めての方もやりやすいように、小学校の時に習った玉結び、玉留めですね。で、最初は玉結びか。で、ちょっとね、糸が太
太いので硬いけど、よいしょ、緩めてもらってキュッと止めます。でちょっともたついちゃった時にはここら辺にヒュッとかましてもらえると綺麗に仕上がると思います。はい、ということでここまで刺し終わりました。ここの女の子たち、女の子じゃないや、動物たちと、あとここの看板の部分が、さっきと同じようにバックステッチで作っています。なので、今度はここの顔の部分をステッチしていきたいと思います。ここら辺はね、もう多分この線に沿ってやっていくのがいいかなと思います。ああ、ずれちゃった。ここはもうこのまま一本でいけるかな。うん、かわいい。はい、そしてこっちもちょっと垂れ目な感じがきっとかわいいと思うので、こんな感じですね。そしてこの辺はいつもと同じようにバックステッチをしていきたいと思います。はい、完成です。こんな感じで可愛く出来上がりました。では続きもやっていきましょう。なので今度はこのほっぺたを作っていきたいと思います。なんとかね、いろんなステッチをやってみたんですけども、やっぱ子どもたちもやりやすいように一番簡単な方法で今回は、することに決めました。なので、もうそのままのストレートステッチで、まあ真ん中のところから刺してもらって、もうそのまますぐ下に刺していきます。で、また今度上。今回ね、この刺繍糸だけはちょっと見やすいように赤を使ってます。こんな感じですね。ちょっと見えるかな？ちょっと焦点を。で、また上に行って、そのまま下。これがストレートステッチですね。で、ここの表情のちっちゃいのも同じような感じでやっています。もう上から下に、上から下にという感じで。なのでね、ちょっと難しい刺繍、ステッチの方法は、今回は使ってないので、初めてさんとかお子さんとか、ぜひね、やってみるといいかなと思います。とっても楽しいです。もう少し、すごい糸が密集しているので、ぷっくりなっているのがまた可愛いとこだと思います。で最後はもう一目編みたい。で円になるようにキュッとやっていくと、はい、これでほっぺたの完成です。こんな感じで可愛く仕上がりました。なので今度はここもね、これはね、中に入っていた肌色使っていこうと思います。やっていきたいと思います。はい、ということで完成しました。こんな感じで、とっても可愛くできたかと思います。いかがでしょうか。このね、ほっぺたのピンクとここの水色の部分は家にある刺繍糸を使ったんですけども、それ以外は中に入っていた糸を使わせてもらいました。
今回はね、バックステッチとあとストレートステッチ、このまままっすぐのね、ストレートステッチを、基本に、その2つだけですね。2つだけを使って、作ってみました。なのでね、初めての方とか、あと子供さん、ちょっと年齢は大きい方がいいと思うんですけども、小学校の高学年、家庭科習ったぐらいの、子たちからやってみるのもいいかと思います。布がちょっと硬いのでね、手、怪我しないように気をつけてみてください。あと、針が、針穴がちょっと小さいので、6本取りだとこのままの糸を1本分だとちょっと入りにくいかもしれないので、お手持ちの針を使ってみたりとか、あと糸の本数を少し少なくしてみると通しやすいかもしれないです。皆さんもぜひいろいろと試行錯誤しながらやってみるととっても楽しいかと思います。このキットは今回はダイソーさんで、買わせていただきました。とっても楽しかったです。また、キットの方とか、他の手芸店さんのキットとかも活用してチャレンジしていきたいなと思っています。ぜひ皆さんもやってみてください。それでは今日はここまで。チャンネル登録の方もぜひお願いします。それではまたねー。